初ピーマイトとは日本の競争馬で天皇賞の初代勝ち馬である。同期には牝馬初のダービー馬となった久友がいる。バレーは当時の基準に手表記する。1937年3月27日にデビューした。4戦2勝2着2回という成績で同年4月29日の東京優秀大競争に臨み2番人気に押されたが、レース中に はみが外れて12着に終わった。しかし、同年12月3日、第1回提出ご商店を逃げ切って優勝した。起乗していたのは、新井と次郎であった。1938年に、京都農林省商店4歳小馬が創設されたこととの兼ね合いで、1938年から提出、五商店の出走資格は5歳以上に変更された。 これは1987年に出走資格が4歳以上へと戻されるまで続き、1937年の初ピーマイト以降、4歳で秋の天皇賞を制する馬は1996年のバブルガムフェローまでは現れなかった。その後はやや不審で、重賞では中山記念3着、目黒記念5着に留まった。5歳で現役を引退して種ボバとなった。 栃木で教養された後に、北海道渡勝地に移動された。三区にこれといった馬は出ていない。全妹のクリフは変則のクラシック参観を達成し、歴史的名馬となった。その他の兄弟姉妹もすべて父はトールヌソルである。ありがとうございます。